それではスタートです。よろしくお願いします。はい、ちいちゃがですね、佐々木久人、なんちゃ藤崎、シャーチャ鈴木達也、ペチャ2回ですね、2回だけ、なんちゃですね、はい、ドラが7番です。7番でヒソットは、これは、うん、手悪くないね。ここも悪くないね。そうですね、ノンパーピンさん入ればね、どうかなります。ここもそんなに悪くないですよ、はい、G1 ぐらいかな、ドラの G1。 アキちゃんはこれをオキちゃんいいね、いいじゃないですかね。アキちゃん E1 切った、ね、そうなんだよ、アキちゃんあんまり手役を狙いませんその代わりアキちゃんスピード重視です。速度がねいい急になんか砕けたキャラいや、うん、いやね、あれ E1 って一気通過もあるんでね、例えば、はいはいはい、例えばチュンなんか切っとく手もなくはないんですね、はい、うん、もうでもガゼン速そうです、うん、でも手はいいですよね。あとはドラの生もアキちゃんも女の子なのにここ入れられちゃってかわいそうっちゃかわいそうですよ ね、 ちょっと男の中に入って頑張れっていうことなんだけど、はい、女の子の中に入ればね、おでもあこれいい、もういいシャンテですよ、早い、あれウーアン切らないんだよな、どうしてもな、まあまあいいんだけど、ウーアン切らなくてもね、リャンピン側のやめになることもあるからね、はい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 、でも手早そうですね。そうですね、うん、さあどうでしょう、うん、これまあ E ピンが来たんじゃしょうがないんだけど、3ピン来たらね、はい、あそこ上の頭にしてね、はいはいはい、下の町にして6、7、8 の変化とか見るんだけど、はい、マンズ 4、4号で6来ても6、7、8になるからね、大してなんていう損ではないような感じですよね。ただ1が来たんじゃしょうがないですね、ピンズの1が入ってきたんじゃね。さあどうでしょう、これの形でね、3が来た時はウーアン頭にして、はい、でローワン来たら6、7、佐々木カンチーマン、ドラのカンチーマン、テンテン、藤崎もイーシャンテンなんですよ、くっつきの、ね、くっつきのいいイーシャンテンですが、完全と親の位置を打ってきましたね。まあ親ですからね、ちょっと強気に行って、はい、まあドラ待ちだし、はい、ドラで打つことはないですからね、さあこの人ただこのアキちゃんもここで戦った方がいいですよね、どうなるか分かんない、ただね結構戦えないかもしれない、大事に打っちゃうから、はい、4-5-5 って持ってますよね、はい、そうするとリーチの現物に4があるわけですよ、はい、だつい4切っちゃうことがありますかね、はい、そのちょっと持ってみたい、このローピンは行きましたね、はい、そうですね、うん、まあ、このぐらい行かなきゃしょうがないですよ ね、 ね、いや行くでしょ、はい、それはもう行かないと、手の形悪くないんだから、ね、ねえ、ここもいいけどね、回しましたね、回したね、一品で、うん、あの辺が藤崎君ですよね、はい、やっぱりいけないっていうか、うん、大事に打ちながら行こうっていうことなんでね、はいはい、まあ、もう、まあ、まあ、まあ、切りやすいでしょ、まあ、まあ、スーアンがね、3枚3枚見えてるんですよ、あ、3枚、はい、佐々木久人、リーズモドラ1、うん、あ、詰まった、はい、カンチーバンドラ詰まった、嫌なやつですね上手やまあでもね、ヒサトプロらしいですね、ヒサトらしいですね、ヒサトらしいですね、ただまあ本人的に言うと裏乗らないから、あちょっと不満なんですか、納得できんなっていうな裏乗らないかみたいな裏乗らないか勘違いも積もっといて、はい、でももうこれはいいスタートですよね、いやこれはもう2000オール、まあでもね、まあ裏ドラ乗らなかったのがどうかですね、あそうなんです、裏ドラ乗ってるとルンルンですけどね、裏ドラ乗ってないからちょっと本人的にはいまいちな感じでしょうね、うん、さあ久人とりあえず2000オールでトーン1局一本場です、ドラがシャー、逆に秋プロなどはどうでしょうか、あでもあれがね実らなくてもそんなにダメージないですよ、あのぐらいだったら、はい、ね、あのぐらいならよくありますから、ドラですね、ね、惜しいのは惜しかったですけど、ヒサトドラドラですか、ドラドラですね、シャア2枚、ドラがシャアですね、シャアです、はい、あドラドラですね、ドラドラだね、こいつが4組あるんですが、なんか3色にしちゃった方がいい感じですか、あ、タツヤも、あ、悪くないですね、悪くないですね、ここも悪くないね、はい、ウーアン来て、はい、一品外してか、うん、さあ、そうですね、ましたね、これで E ピンリャンマンで、E ピンリャンマン9ピンで、はい、チャンタ3色ドラドラっていう、
すごいですね。みんな打つの早いね。早いですね。なんで？うん、早いですね。あの解説泣かせだよね。見せてんだから。これはおそらくあの久里プロの久里のあれと若手やってるこいつ。久里はね、あれ割と緩普通ですよね。普通にゆったり打ってくれて、はい、もう目一杯ならなんだね。うん、まあでもちょっと中盤だと落ち着いてきましたかね。うん、はい、6分の7万。3万ぐらい来ちゃうの？トン切ったんだ。はい、うん、久里もどっかで仕掛けたい、仕掛けるか。イーピンが前に2枚だからイーピンは仕掛けだね、多分ね。ああ、はいはいはい、イーピン仕掛けんじゃないかな。まあチャンタにならなくてもドラドラですから、うん、3色でもね十分ですね。これで3万切るんですか？いやいや、あそこ両面で、ただあそこの両面固定はね、あの9ピンが前に2枚切れてるからちょっと嫌なんですよ。うん、ただあんまりその3色に固定すると、はい、あのちょっと嫌なんじゃないですか。とりあえず手広くっていうか、あの両面重視にして打ちたいんじゃないですか。リーチ、うん、ドラドラでも構わない。そうそう、全然構わないから、ね、はい、うん、3万あんこってもいい。そうそうそう、その辺は広く打ちたいんですね。うん、ピンズはあそこは両面だから、あそこだけは切っちゃうっていうことだね。はい、さあ達也も単品あるいは3色が見えるか。あ、ドラドラになりました。重ねましたね。と二階堂はペーチャー重ねたんだけど、まあ形はいまいちですけどね。まあツモ次第ですけども、さあ、行きました。これスーピンですか？イシャンテンですね。イシャンテンですね。手役狙いやスーピンだね。手役ピンだと単品イペーコンなどみたいなありますよね。うん、だから手役狙う人は今の金を切りますよね。うん、3色の目を残すってやつですね。崩れた。崩れた。これどうでしょう、このままの。取るのか。いや、テンパイ取ってもそんなにひどくないですけどね。ファンタジスタは切るの？ファンタジスタ切りそうですね。切りそうにしてますね。ファンタジスタは。ファンタジスタ。でも、2歳子3子ってのはどうせあれだからね。ああ、そっかそっか、どっちにしてもってことですね。うん、でもね、ああやって半子狙ってくれると僕は好きだけどな。ねえ、そういう風なのが好きは好きだけどな。さあ、鈴木達也、現状、換算ピンじゃない。ピンで、単位をテンパイですね。まあ、テンパイ取らないともね、いろんな、最初から2ピン切ってるとまた違うんだろう。はい、ここは7万、ここ6、7、8があるからね。まあ、1外しとけばいいんでしょ、これ。はい、はい、うん、空切りで、ね、どっちかだけだからね。うん、3ピンが場に2枚見えてるのか。ここに1枚そうですね、はい、3ピン薄いんだね。その間に振り替わればというところなんですが、おカンチースを引いた。これで6チッパのイーシャンテンでもありますね。あの6チッパかイーペーコーの。さっきとも両面キを残しましたね。パワーワン残ったよ。藤崎イーシャンテン、はい、ね、うん、あ、積もりましたね。いや、考えてました。おー、ね、一瞬ちょっとね、一瞬フリテンリーチを考えて、ね、一瞬なんかリアンウパーマンに取ってやろうか、リアンソーに取ってやろうかとか。ただ高いのリアンソーだね、3式まで考えたら。まあでもリアンソーがもう2枚切れてるからさすがにね、もうそのあたりをいろいろ考えたんでしょうね。それはちょっと無理だよね。だったらあそこであのテンパイ取らなかった方が良かったかなとはあるけど。まあでも今ぐらいでしょう。鈴木達也、ツモタンヤ、換算ピンね、ツモタンヤで6等です。はい、ね、3ピン薄いのにね、あれ引いて。そして親番がさ、トン2局になりました。親番藤崎です。はい、ドラが2ピン。あの藤崎君の麻雀はね、はい、すごく上手な麻雀なんですよ。はい、だから一般の方見てて何やってるか分かんない時があるかもしれないけど何狙ってんのって言った時に、やっぱりもう遥か彼方を見てやっぱりやってることありますからね。えそれも褒め言葉と、これ褒め言葉ですね。ありがとうございます。やっぱりそれだけあの先が読めるっていうことがありますからね。だからあのしぶといですよ。ああ、普段すごくおとなしい感じで相手の攻撃にも割と受けていたんですけど、ひとたび調子がいいと、いや見るや、うん、あの状況を考えながらね、それは行くんで。恐ろしいぐらい攻撃じゃん、うん、読みはしっかりしてますから。
さあ、ドラクティアンピニクリの3ピン重ねて、レアンシャンテンぐらいですかね。藤崎はイーシャンシャンくっつきなんですよね。もうトーンはね、もう場に3枚目でしたからね、ダブトンも、はいはいはい、ね、二階堂も手は悪くないですね、うん、ドラ含みのダーツがあって、うん、まあ2、3、4、今の形はね、2、3、4の3式になってくるのでベストですよね、はい、マンズ2、4、6だったから3が来て5が来てくれるとイスチーバーで、うん、嘘頭で2、3、4になると、はい、それがベストでしょうね。なんか本一伸びそうな感じがあるね。そんな感じですね、うん、あ、これスーピンですか。あ、ごめんなさい、多かった丸が1個ちょっと多かった、はい、隠してるからイーシャンテ、はい、あ、チートイツにしてますね。チートイツ見ながらね、ただこれチートイツでテンパっちゃうと僕パワーを切りたくなっちゃうんだよね。あ、日本チートは大きいけどね、はい、まあ、もちろん失敗もあります哲也はすごくチートイツが好きな、好きなんだ、はい、チートイツ大好きな打ち手なんで、多分かなり狙ってくると思います、はい、もう 今準備中ですね準備中ですね、はい、いろいろと。久渡がちょっと手こずってる感じですね、うん、ここもね、はい、そうですね、ここもいまいち、はい、イーシャンテン早いけど、はい、ね、そこからが長いんで、うん、よく言いますよね、イーシャンテン地獄っていう、はいはいはい、まあ、イーシャンテン地獄があるときは大体調子よくないですよね。これでもいいとこ引きましたね、はい、嬉しい数ピンじゃないですかね、うん、いいとこだね。ここ伸びてないからここ苦しいね。そうですね、うん、ここも伸びてないですよね、はいはい、手がこうイーシャンテンこんなに長いとちょっときついかな。来ましたよ、さあ、キューピンは狙い目ってことですかね、まあ、うん、ただあの捨て方はそんなにあの普通じゃないよね。あ、そうですね、うん、だからあんまりこう、あ、なるほどなるほど、チートイズを読まれない形ではないですね。さあ、勘違いになってしまいました。一応テンパイですが、はい、まあ、ここでどうするかですね。あ、取らず、テンパイ取らずでしたね、うん、そうそう、そういうタイプだと思いますね。僕なんかだともうあそこでリーチ打っちゃって、あ、さあ、これでテンパりましたよ。だからこれはこの南端機はあの出ませんよ、普通は。結構派手ですね、これ捨て、捨て方が派手だから、だからただ積もったら上は跳ねまんまであるからね、そういう意味で言ってるよ、イソ言って。だからこう打っちゃうんだよね、アクちゃんね、はい、だからどうしてもほらあれをある意味でちょっと変な手だって考えられると思い切っていけるんだけど、イソいけるんだけど大事に打っちゃうんだよね、だからそこでもしウーアン引いたら相手をあの助けることになっちゃうんですよ。嘘は今取りました、うん、こう言ってるでしょ、だから思い切って手悪くないから言ってもいいんだけど、うん、まあ、その辺がね大事に打つんだけど、さあ、さあ、この1層はどうしましたね。3層がちょっと早めっていうこともあるんでしょうか。まあ向かってくるなら向かってこいっていうリーチですよね。さあ、あ、何を使いましたが、うん、どうですかね。だから一番の形だと止まらないですよ、止まってますね。現状はリーチ、チートイ3000人ですね、うん、使いましたね、南端機、うん、鈴木、達也、いや、ただ今の形だとそんなにつ、ま、あの楽しい手じゃないわけよ、はい、あれイーソーぐらいパンといってピンズマンズが246のイーシャンテンぐらいに受けたしよね、はいはい、あのローソー頭ぐらいに、はい、ローソーだっけ、ウーソか、ウーソー頭でね、それだと何勝負してしょうがないんだけど、うん、今みたいに手が崩れてきちゃってると、はい、あのかなり変則な、まあ、まあ、打つことを覚悟して打ってるかもしれないけどね、うん、あの辺の思い切りが欲しいんだよね、うん、というとアキちゃんはね、はい、うん、上手なんだけどね。さあ、リーチチート上がって親を迎えた鈴木達也、トン3曲です。ドラがチューン、結構パラパラっぽいですね。そうですね、いや、これもちょっと本一系統の手に、ね、なりそうだし、うん、チートイツ好きならいいじゃないですか。そうですね、うん、アクちゃん手は悪くないけどね。お、佐藤は今あんこで割となんかチューンか、ドラがね、あ、クリスコも悪くなさそうですね。すごいね、インディアンシャンテンぐらいですか。ドラガチューン、国旗を見てるんですね、国旗を見ながらなるほどね、うん、今のところチューンを持ってるのはいないですか。お、ローソーから向きは久渡流じゃないですか。ローソーから行ったってことは、うん、これは面もう行くぞっていう本一系を見てるということですか ね、うん、うっかりあのカンちゃんが埋まると本一行きづらくなるという。なるほど、なるほど、さすが攻めたる
自分で追い込むだろうですね。はいはい、今のどうかな。ウーピンですか。やっぱ三式狙いながら打ったら、想像の嘘でもいいけど、何でもいいけど、パワーは傷づらいんじゃないかな。さあ、さん一歩前進。プラがチュン。これはチートイツの一応形も、あ、チートイツにしましたね。あ、もうね、国士は見ないと。はい、あれだとちっちゃくまとまっちゃうからね。はい。うん、ちっちゃくまとめないですね、この男は。いや、それはね、またいいことだと思うけど。いいね、藤崎、関三品含み、あ、関三品のイーペコ含みのいいシャンプー。確かにつらいね。うん。俺はチーワン引いちゃった。これで嘘切っててね、七八九になって9層入ったちゃんたまであってさ、はい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 、だから今のは失敗になっちゃうんですよね。あれは結局ミスにつながることがあるから、ちょっともったいないかな。さあ、リカバーできるでしょうか。お、キーマン。さあ、マンズの鎮逸に向かっていく感じですね。あ、ドラですこれ。はい、ドラなかなか切らないタイプだね。まあ、出っ張り切るけどね。まだただドラは初めて。これはでもアキちゃんが一番チャンスだったかもしれないよ。このね、だってこれ、まあ、嘘が急走次第だけどね。今3色崩れ系のイシャンテになったわけですか。そうですね。3色崩れ系、3色系の3色崩れてるイシャンテになってますよね。さあ、でまあこの紡ぎですかね。どうでしょう。場を見る限りは、まあ、こう切るかピンズの4に外していくかですよね。あ、なるほど。まあ、4に外していくっていうのはもうチュン切らないっていう考え方ですよね。はいはいはい、しかしこれ久渡は3万なり6万サブローマンを引くとかなり楽しい感じになってきますね。でもローピン先切ってくるのかな。そうですね。なるほどね。イペイコーの布石を、引っ掛けの形になる。これはちょっとスイクもちょっと辛いね。そうですね。まあでもね、もともとの手を考えたら、積もってあれも上がってるからね、そんなにひどくないね。二階堂もちょっと嫌気がさしてる感じですか、この積もり効かなさっていうか、まあそうだけど、まあ一層層ぐらいも決めといた方が楽ですけどね、形的には。さあ、藤崎、まあサブロスも引かないですからね、なかなか。どうしますか、積もぎり。で、一歩前進しましたね。そうですね、一応。あと俺、あと2つぐらい。4統一。あと2種類。そうですね。そうですね。まあ、あれですよね。そんなにゴリゴリ上がりにいってる感じじゃないんですけど、まあ、安全牌切りながら、うまくテンポ入ればっていうところでしょうね。はいはい、下とかプレッシャーかけてるよ、みんなに。あのドラがチューンで、ほら、本一に行っててさ、はい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 、ね。そういうのを、ほら、意図的にプレッシャーかけていこうとしてるから。これは神茶ですか、二階堂。そうですね。そうですね。もう、切らないとやめましたね。それはしっかり、それもものすごくしっかりしてるから、3万切りました。いや、すごいと。相手にそういう隙を与えないんだけど、はい、自分の上がりに関して若干ちょっとおとなしめだから、ねえ、それがうまくはまればね、いいんだけど。さあ、藤崎もちょっと、なかなか引かないところに。ちょっとね、一歩交代。まあ、どの道、例えば、テンパった時にも打ちづらいっていうこともあるんでしょうね。ここが、ここが、アンコりましたよね。アンコは2つ。はい。あと、シャートが生きてるな。シャー生きてるね。うん、一応、2回でいいシャンテンになって4万切りました。シャー。このシャーが出ればなくでしょうね。この辺が出さないから、ね、なかなかね、なかなか渋いんですよね。こうやって渋いでしょうか、自分がダメな時にしっかりやめれるんですよ。はいはいはい、あの辺が偉いよね。こんなの止まるっていうのが止まりますよ。よく我慢するな、こんなパイみたいな。こんな早いも切らないのっていうぐらい我慢する時はしますから。はい、さあ、パワーワンを投げましたね。さあ、これで後継で天杯まで近そうなイシャンテンですね。イシャンテンですね、チェイン2。かなり広いんじゃないですか。泣いてカンパーピン。そうですね。泣いてカンパーピン。カンパーピン取りましたね。はい、白ポンをして二階堂プロ、カンパーピン転売取りました。ただ、ね、マンズ持ってきたらもういけないね。今だけっていう感じですかね。アドラのチューンですこれは。うまいことこれ逃げたかもしれない。痛い。ですが、まあ。
久渡が三郎九万、まあ、形はいいよ。ギャオマンという、ね、すごく広いシャンテン。天牌は堂安来たら一番いいんだね。そうですね、三郎九万のヤンパワー、うん、そうです、六面ちゃん、ね、堂安は結構もう川に3枚出てますか。3枚出てますかね。チートイツ、チートイツいたけど、5万がどうでしょう。これは切らないタイプなんですよ。そうですね、もう上がり逃してるから切らないですよ。はーはー、じゃあもうでチーピン、キューピンを通していくと、はい、そうするとヒサトのチートになっちゃうかもしれない。現在ですね、イシャンテのヒサトですが、マンズを引けばかなりテンパイ、まあ、マンズ引けばほとんどテンパイだよね。そうですね、うん、どうでしょう。あ、でもだんだん脇に流れてきてますか。うん、3万と中央流れたね、さあ藤崎は、早々に見切りをつけて、藤崎くんは見てるとやる気ないように見えますけど、やる気ないわけじゃありませんからしっかり我慢して打ってるんですがね、ねえ、いい麻雀ですよね、そういう意味ではね、さあ転売しました、6、9万転売りましたよ。はい、佐々木、久渡が、さすがに打つ人はいないからね。そうですね、上がりも上がりあるの、ロールロールクロッなくはないか、なくは、あ、9番ここに2番テンパ、すみません、復活してないか、いや、してないチーソーがね、はい、もうマンズが切れないから。そうですね、もうちょっと難しいでしょうね。背景です、想像 何切っても大体、はい、これ背景だったんだ。背景ですね、なるほどね。はい、これで佐藤の一人転敗ですね。さあ3000点をもらってリードを広げます佐々木佐藤。そしてトン4局ですね、二階堂、親番になりましてトン4局の一本場です。パッソードラパッソーですね。はい、さあ親は二階堂さんですが、うーん、どうでしょう、白とシャー、白とシャーが統一、ドラが1個、うん、ドラがパーソーですからね、まあ、とりあえず上がろうっていうね、はいはい、まず上がり優先っていう打ち方ですね。ハックを叩いていくんでしょうかね。さっきも統一の置いて格好でしたね。こいつが3組目になりました、まあ、ドラのパーソーだからね、チーソーの辺がどうなるかだよね。ソーズの6、8がさどうなるかっていうところがポイントだよね、これはあんまり嬉しくないですよね。いやだけどもうドラ切ってでもね、両面で上がりに行かないとしょうがないでしょうね、はい、親だからね。実際は本一なんか本一なんだ、ね、そうですね、本一チートイツなどもあります。ここも換算もいいと思います。換算も言いました。まあその1枚目の白はスルー、あ、1枚目なかなかったんだ、微妙だねこれね、うまくいくとあれだけど、あれさあドラがここに来て、これはどうか、そこか、どこの城なんだあれは。おお、まあ、ここからの城か。そうですね、リャンソーか。ああリャンソー入ったぞ、下茶に下げるか、リャンソー抜けなかったぞ、ジャンソン抜けないで、あそこがいい形になっちゃってサクッとテンパイ入っちゃったら嫌だ、きついね。ね、あのリャンソンの行ってないとこだから、ピンズの4行ってるか、どうだってこれ、これは嫌だよね。カンパソーいくらなんでもドラパソーだけど ね、だからくっつきは悪いんだよね。ローソンくっつけてほしかったんだよね。そしたらあのピンズの4から切って3ピン入ったら 2,3 してないからね、うん、ダメならサブローピンで打とうという形でね、はいはいはい、しかしマンズのと自敗の感じが止まってきましたね。最近結構麻雀やってるんですけど、はい、麻雀やってるとやっぱり見えるのが早いね、いろいろやってないとね、なんかだんだん遅くなるね。こういうテレビ画面を見てても、うん、そうそう、パッパッとこう、はい、情報がこうなんていうのかな、処理されてね出てくるんだけど、やっぱりやってないとね、あ、だんだん、ちょっとこの天敗はどうでしょう。これダメだよダメ点だよね、とりあえずね、天敗取るにしてもやる点ダメ点にしといて、はい、手がありを待つと、うん、なんかローピンとか行くと面白い受けになるんじゃないですか。うまいこと2、3とか、そうですね、なんか何でもいいけど高くなりそうだね、うまくいったら。ただこの間に打たれちゃうのはちょっと感じ悪い、まあまあでも
点数的にあの状況悪くないでしょ。そうですね、今2番手で、うん、悪くないんじゃないですか、はい、ローピンギター、ローピンギターリーチか。そうですね、三、ね、色と、うん、まあ、広いマシーンピンサーピンでね、そうですね、今イーシャンテになりました ね、 ここ引きましたね。ドラが使える形になったんで、で白はまだいるんですよね。白がここに1枚、はい、あ、そうか、ドラだからもうやめられない。いやいや、あのチートイツ、はい、チートイツをもう2固定したということですかね。となると逆に白はちょっと待ちたいところになるかもしれないですね。あ、逆に、うん、ローは切って、さあイーシャンテン、あれ白泣かなかったのが結局すごくうまくペンチソー引いてるから、これは強えな。これは強えましたよ。これがチートイのイーシャンテン、あの白かい、アキちゃんの白か。でもアキちゃん白いらない形にもなってるでしょ今のとこね。そうですね、アキちゃんとでも7になる可能性も、ギャンピー入ってリーチ打つんだよね。そうですね、うん、さあユーシャンテンもイーシャンテンのまま、あー来た、これでどうですか。まあウーピンでしょうか。はい、チーピン、チーピン3ピンのその程度でいいんだ。まあ3ピンだと7000だね。いや、そう、そうだけど、その程度でいいんだ。リーチ行きたいですけどね、積もってあれ、あれ6が来たらいけるよね。そうですね、6が来たらリーチ打てるっていうような気がするけど、チーピン3ピン、うん、一番いいところ、あそこ一番欲しかったところだから、まあ硬いっちゃ硬いけどさ、でも出て2000ってのはちょっと、あ、1300か、鈴木君、今だだだペイチャーですね。ペイチャー、じゃあ絶対リーチだな。1300はちょっと寂しいですね。7ピン積もってさ、ゴッドじゃ嫌だよね、万が一積もってさ。何か見えてるんですかね、いやいや卓上に。わかんない。完全にもう、なんかリーチ行きそうなんですよ、ね、リーチ行っておかしくないと。行かない理由がちょっとよくわからない。わかんない。なんでですかね。わかんない。そんな弱気なやつじゃないよね。結構抑え込みに行くタイプなんで。だからわかんないな、これ。いや、わかんないですよ。だってリーチって普通ですから、うん、いや、ダマテンで上がりたいのっていう、ダマテンにして積もったらどうすんだろうなぁと思うんだけどな。3ピン積もればまだいいけどね。そうなんですね。7ピン積もった時は嫌だよね。1000、2000で裏乗って漫画っていう感じにしたい。あ、これ3ピン危ないですね。あー、出ますか。うん、まあまあ、5-2だけどさ。はいはい、リーチかけたら出てないよね。そうですね。うん、だから結果的にはあれだけど、うん、微妙だね。単葉三色5200、スチューピン3ピンの3ピンで2三色の3色になりました。うん、鈴木達也5200を二階堂から上がり、トンバが終了しました。いや、順調ですね。早いですね、鈴木。いや、いい感じだよね。うん、さあ、これで、達也、鈴木達也トップに立ちました。33000点。そして2番で佐々木久人、100点差ですね。はい、そして未だ不動の構えの藤崎がいつ動き出すか。そうなんですよね。最後まで動かなかったまあでも手が来ないとなればそうなってしまうんですよね。まあそうなんだけど、どっかでムチを入れてくるんでしょうか。いや、それは入れないとしょうがないんだけど、ね、ただね、最後まで動かないっていうのはある種の存在感は、そういうタイプ、ね、爪痕は残しそうですけどね。鈴木君、結構いいぞこれ。ジニスさん、ジュンちゃんまでありますか。ジュンちゃんまであるね。パンチーピン、いいとこ来た。パンチーピン入れて、一応3、ね、これ役作りに行かなきゃいけないんでね、点数がちょっとあまりないんで。そうですね、しばらくまだ動かないな。まだ動かない、まだ早いですか。ドラが7万、7万です。明日ぐらいまで動かないか。明日もう終わってますね。もう7、8、9にはしたいんでしょうが、ドラが1枚あるんでしょ。はい、ね、だからまあ面ピンドラ1、手役は欲しいけども、うん、あの リーチピンフドラ1でも何でもね、そんなにひどくないですかね。下の変色もう一応ちゃんとっけ。あ、これでちょっと、うん、1、2、3狙うんだね。うん、もう鈴くんって結構手役狙うんだね。相当狙いますよ。俺の好きなタイプだな。お、狙いすぎちゃうとあれなんだけど。ただ手役狙うんだったらさっきのリーチ打ってほしいんだよ。あ、 あそこできたら最高の形ですからね。あの形できたらローピン来たら絶対打つぞぐらいの欲しいな。はいはいはい、それあれを失敗してもね。はいはいはい。あとは親ですが、ちょっと、そうですね、ちょっと苦しいですかね。やや受け気味でしょうか、この曲は。パ
ファンマンですか。あ、いや、そこまで固定する、うん、そこまで決める。おー、声が聞こえたんじゃないですか。いや、あれ決めた時に固定系辛いじゃない。ペ、はいはい、ンチマンとかさ、どうしてもしなきゃいけないわけじゃないから、はい、うん、あ、ペンチマン、うん、これいいシャンテン、いい、一気にいいとこ引きましたね。確かに、あれ引くとかなりやりたい、うん、あれ引くと、あれ引くと強いね。佐々木さんもいいシャン、この人は要するに 1,2,3 にしたいか、はい、カンパスを入れたいんでね、はい、うん、あれでいいですよね。両ピン残しての 1,2,3 への、うん、やっぱりきちんとね、打ってるから。おお、あー、これはちょっと、でも想像のためんちゃんで、いいかもしれないから。いや、だからまたこれで多分、あの、どっちを切るかだけどね。まあ想像もう一回伸びるのもあっていいんじゃない。三層とかね、うん、例えばローワン引くこともあってね、六一八で、はいはいはい、6 1 8は無理か、そうか、四五六だから無理だんだ。まあどっちを切るかだよな。さ、ただ一番嫌なのはさ、はい、またあそこを切ったらあっちが伸びたりするのも嫌だからさ、ちょっと一緒に迷っちゃったね。はい、両ピンはむしろ隣を引いてほしいって感じですね。いいピンでも三ピンでも。さっきもこれテンパってリーチ打たないと。そうですね、きついね。ドライチあるけですし、リーチ行ってね、あの1326から漫画ね、ちょっとこの辺で上がってこないとね、藤崎、まあこれはしょうがないですね。うん、これはもうしょうがないんで、うん、あ、ここはね、これがあるからやっぱりパーマ打つのはちょっと、うん、そうなんだよね、うん、それでもまだ違うの。いや、残すけど、まあ一応あっちの方が嫌なんでしょ、ビンズの方がね、うん、あんまりいい形ではないけど、パーピンが薄いんですよね。今ぴょこっとまた切られちゃったりしてね。うん、ああ、そうですね、うん。ただ薄いんだが来たね。サブロソウ。ウッパソウ。ああ、ごめんなさい。ウッパソウだね。さリーチですね。もういい感じ。ウッパソウがなんかいいように見えそうなんですけど。もうあれだよね。あの、もう、ま、あの、洗濯してる時間がないんですよ。はいはいはい。要するにこう黙ってしてて、もし上がって積もったりしたらひどいんで、うん、もうリーチ打っちゃわないと、うん、裏だらと一発を利用できないんで。はい。さあどうでしょう。うん、パーピン引きすぎですね。いや、でもパーピンはもうとっくに来てるからね。あ、8残したら8来てさ、すぐにあれだったんだけど、うん、さあ、藤崎もドラッグ、まあ、もう3色の、ここはもう行かないですからね。もうあんなに手が伸びないんだったらもうやめちゃおうってことだから。さあ、北津山も3ピン抜いて、もう高3の構え、これ折りやすいよね。惜しい。ただ、あと久渡がどうするかですが、いいシャンテン、シャンテン、シャンテン打たない形はパスは余るの人だと余らないでしょ。余らないですね。問題はただテンパった時に乾燥マンとかいう形もあるので、どうでしょうか。あ、とゴルフも今落としていったってところですかね。ほぼ人、もう一人旅になってしまった感じなので、積もるかどうかですかね、あとはなんとかちょっと積もってくれないと、はい、つまんないね。まだ山には、結構持ってきてますね。裏ドラパーソーだったりして、あ、そうなるか、あ、違ったな、いいでしたね。でもこの下に威力はね、はい、うん、いいんじゃないですか。メカイドプロ、これの可能性がまだ残るよね。ンピンツもドライ1で1326。さあ、5に上がって踏みとどまりました、うん。これぐらい僅差とね、オーラスウェイだと、まだ全然あの可能性ありますからね、はい、まだね。二階堂はラスウェイですから、現在これでトップ目が、鈴木達也317、そして、佐々木久人が303。だから全体的にね、あの、このぐらいだったら関係ないですよね。小山一発で、そうですね、変わりますから。上がりで、さあ、うん、なんと連チャンなしであっという間に何2曲。そろそろ藤崎君も上がりに行かないと。ごめんなさい、連チャンありましたね。最初ね、ヒサとか半中の下とかね、ありましたけど、はい、それで藤崎君の親だ。さあ、そろそろ動く時が、いや、そろそろ動くというよりも言わないと。ただ、これ立ってドラドラです。とりあえずは連チャン狙いですからね、親としてはね、ドラドラランマンですね。単用になりそうだね。ただもしかしたら、うん、手によってはね、2着でもいいわけだから、うん、我慢するってこともあり得るかもしれないですよね、親とでもね、はいはいはい、まあ、それはそうだけどさ、うん、2人交わさなきゃいけないからね。そうなんです、1人交わしじゃないからね、
これチートイスみたいな形になっちゃった、ね、そうですね。ローアンからいっちゃったらチートイスなのかねえ。チートイスじゃなかったら Q1 からいくからね、うん、688は、はいはいはい、あ、カンピアンいった。おお、うん、ヒサトは基本的に上がりを逃さないですからね。はいはい、うん、ここがね、そうですね、チートイス統一系にいってるんで、あら、もう完全にそうですね、うん、確かに。さあ、上の3色を見えるかな。まあ、多分統一系に行きながら守りきれると思ってるのかもしれないね。はいはいはい、逃げ切れるっていう感覚、うん、逃げ切ろうみたいな、逃げ切れるだろうみたいな。はい、うん、このロースは、本当に言うと、6、7、8とかミラルナ残すんだろうね、はい、残したね。さあ、ピン風組ですね、まあ、あとはツモ次第ですね。はい、うん、ドラノリアンマンを引くとかなりね、ガーッと来そうな感じなんですけど、うん、パンスを重ねましたよ。リアンマンがドラでね、カンサーマンになったら、カンサーマンだからね、ただカンサーマン使っていかない、一回行きたいんだね。僕はアンコッタね、アンコッタいいシャンテンね。キューピンですか、3万、いや、あるでしょ、あの3万か3万キューピンでしょ、ジャンピン3、ジャンピン数ピンとかあるからね、手広くしたい、とりあえずリーチ打たないといけないよね、うん、できればオッパスを先行きたいところですよね。参考になりましたが、さすがにね、藤崎くんリーチが入るでしょう、今回に関しては、うん、そうですね、ちょっと一番、うん、ちょっと形がいいもん、さすがに。そうですね、うん、これがね、サブローソーパーソンの形だったんですね、はい、うん、ああいうの結構ね、あの見逃る人多いんですよ、ですね、サブローソーパーソンの形をね、急速つもぎっちゃって、パーソン来ていてっていう人がたまにいますから皆さん気をつけましょう僕なんかだとボケてそれがありますけどこれはイペコ残したんだ、うん、これはイペコ残したんだね。だけど、あの手広くだったら別に読んでもいいね。手広くって、まあいろんな形があるんだけど、まあ想像の上引いてもまだ大丈夫だからね。ファースト引いても大丈夫ですね。点数も欲しいですね。あ、そっかそっかそっか、うん、そうですね。いや、テンパになるんだけど、はい、ただちょっと間違い悪くなっちゃうの、はい、お、最高。これ、4面ちゃんと、もう3面ちゃんか選びたい方だ。どっちでも。どっちだ。どっち成功する方。できるなら別々の曲に来てほしい街ですね。失敗するなよ。サブロスとオッパスと、想像の方が確かに上は良さそうに見えますが、サブロスも良さそうに見えますね。さあ、どっちだ。これ、ガクッとくるね。ピンズ引いたらね。そうですね。しょうがない、しょうがないんだけど。一発目のツモがちょっと気になりますね、これは。こっちに行っちゃったね。さあ、なんださあ、藤崎四面ちゃんでリーチです。サブロストウッパッソを選びました。さあ、どうだ。人の嫌がるさあ、ドラがないんでとりあえず、リーチのみなんですが、うん、とにかく間違いい、間違いいからね、はい、うん、さあ、リーチが嫌いなはずの忍者がついにリーチかけました。忍者っていうのがでも忍びっていう感じはするよね。そうなんです。忍者じゃない、忍びが良かったんじゃないかな忍びのものみたいなねえ、本当になんかすごく粘って、いや本当に粘るからね、ね、うん、ただこれ上がれないのはもう仕方がないからねあ、これ上がれないと思う。あ、じゃあさすがにやめますね。余裕あるからね。藤崎くん、みんな降りちゃってるよ。これはもう積もるでしょうね。時間の問題だと思うんですけど、意外と引っ張りますね。時間の問題っていうか、こうやってね、調子が悪いとやっぱりこうなっちゃうんですよね、毎日だとね。ましてこっちが追いついて上がったりしたらさ、チートイズの2シャンテンね、今。あ、ウーマンが取ったからパーマン切れたんですね。なるほど。さあ、おっと、情けないやつですね。これじゃあ、リャンピン、リャンピン、スーピンにしても引いてないでしょ。にしても引いてないですから。だから、両方上がれてない、なんと情けない。どっちにしても上がれない。合わせて7面ちゃんをまだ引いてないみたいな。まあさすがにどっちが引くでしょう。どっちかはせめて、うん、おー、引かないね
あと3回積もあるよ、でも。ちょっとまさかの。でも、連チャンはできそうですからね。そうですね、うん、まあ、そうですね、間違いなく。そう考えるしかないですね。まさか。おお。笑っちゃいけないか。かすった。まさか、ああいう小さみたいな。ちょっと、これはある意味面白い。まあまあ、まあ、裏乗らなければ、ね。まあまあ、ね、まあね、そんなに変わらないんですけど。まあ、まあ、話したことないんですけど。そう、的には変わらない。なんかでもちょっと。でも、ちょっと面白い。うわー、失敗した。ここ失敗っていうことないけど。まあ、普通4面ちゃん選びますよね。まあね、うん、まあ、あんまりでもどっちかなっていうのも力ないんだけど、これでもちょっと気分的にどうなんでしょうね。いい感じはしないですね。さあ、最後でもまだ上がるかもしれないよ、だって。はい、あと1回の相撲で。ここまで引っ張って、さあ、上がれるか。いやー、本当ですか。すごい、ある意味すごい。いや、だから麻雀ってやっててね、唯一上がれないのを時々選んだりするんですよ、はいはいはい、ね、あれってその後大体、がっくりくるよね。あ、ある意味見せ場というか印象度は随分アップ。いや、逆の意味で辛いですね、これは。さあ、連チャンになっています。2局一本場藤崎の親ですね。まあ、これでトップ目がまたちょっと削れまして3万700今トップ目になってます。藤崎親でドラは小そう。これでいい手来てくれるといいけど、でもな、どうだったんだろうね。悪くなさそうですね。鈴木くんはチートイツぐらいのテンパイにはなってたんだけどね。そうですね、まあ、大事に打ったからダメだったけどね、はい、悪くないよ、そんなに。悪くなさそうですね、積む、ね、次第だからね。あ、ただこの、うん、じゃあの手もまあまあ一通が見られるから ね、見れる感じ、ドラがチーソーですか。ドラチーソーです、うん、ファンタ、これパ、あれに本一で行きたいんじゃないの、うん、そっちからですね。要するにあの三式と一月通貫の本一も一緒に見てるんですよ。そうですね、で要するに上の三式とあのピンズの一気通貫と本一と全部見てるのがいいわ。で、腕あんまり目立たないように。うん、まあ、今数層が来たこと、数層来たことによって二三四の三式なんかを見ながら、だったら本一ちょっと、本一だけちょっと瞬間やめようかなみたいなね。そうですね。そのあたり森山さんと割と。発想が近いというか、僕と発想が近いっていうんじゃなくて、要するにそれは常識じゃないですか。あ、誰が打っても、はいはい、要するに手を作るにはどうすればいいかっていうことだけだから僕と発想が近いとかいうのとは違うと思う。カンサンマンがね、なかなかでも嫌える人ちょっと少ないかなと思うんですけどね。あ、カンリアンマン、カンリアンマン、いや、だけどあ れ、 あれが一番手が広いよ、はあ、あの手が広いっていうか楽だよ、うん、うん、手役を作るにはね、うん、うん、うん、まあ、ただこういう間違いということもあるんですよ、はいはいはい、これね、それはもう覚悟でやらないと、ね、うん、それはしょうがないんですよ、ある程度高い手役で、たまにやっぱりあの手役を狙っちゃってやりすぎちゃって今みたいな失敗になっちゃうことはありますよね、うん、ただそれはもうその分高い手ができるんで、うん、まあ、あの諦めるしかしょうがないですよね、はいはい、そういった恨めった時に、うん、そう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 、あのあんまり悲観したりしないっていうことですね、うん、まあ、それは必要ないんで、ただあのトータル的に見てプラスになればいいんですから、うん、そのこと言ったら、例えばあの麻雀打たなければいいって言うんだったら僕なんかで打たないですよ。だって危ないと思っても行くわけだから放置しないようにするだけだったら、ね、それだったらそんなに難しいことじゃないから、はいはいはい、さあどうやら的を一通に絞りそうな感じですね、うん、一通間ぐらいの形でね、大きくなるとしてもね、キプラこのドラの地層がね、うん、くっつかないんだよね、ここ、うん、さあどうしよう、ウーマン切っといていいですよ、別に。そこは切らないのがいいんじゃないかな。まあ、場のキューピンを2枚見ちゃったんだけど、ね、うん、見ちゃったんですよ、あそこを見ちゃったんだけど、はい、どうしてもね、そういうふうなあの枚数にこだわっちゃうタイプなんですよ。なるほど。あ、これ安い、ね、逆の方が、ね、でも一応ピンフレーションなんですね、はい、さあ、藤崎の手が徐々にね良くなってきてはいますよ。イシャンテン、イシャンテン、6球相当です。ただここでもまだ頑張ってね、マンズにイニさん残してるよね、今度はね、はい、形決めないでね。そうですね、うん、なんで例えばドラの小さを重なった時にいいでしょ、はい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 、はい、そういうこともあるからね。そうですね、なんかもう形が見えちゃうと3万、うん、進めちゃうかと思うでしょ、ね、そうじゃなくてやっぱドラの小さを引いたらどうすんだとかね、はい、そういうのがあるからあそこの3頑張ってんですよね、2、2、3一応テンパイですかね、うんうんうん、まあ手代わりを待つと。アキプラ6チッパー結局失敗しちゃいましたね。キューピン3枚出たんですけどね、うん、うん、だから、まあ、あそこがね6が、うん、まあ、入ってたっちゃ入ってたんだけど、うん、
どうしても枚数を中心に考えちゃうからね、うん、いやなかなかこっからが、うん、どうでしょうか。難短期で今、鈴木達也に、まあ、役なしですがテンパ入ってます。積もればいいんですけどドラの小さくっつかない。そうですね、ここがちょっと肝ですかね、うん、そしてこのリャンソーで手が止まっていますが、これを打ちづらいということですかね。いや、どうでしょう、想像が高い、想像が確かに結からぎりを、うん、どう変化させるかっていうことだったんだけどね、うん、さあ久もイーシャンテンはイーシャンテンですね。さあこれメンツ選択ですか、うん、メンツ選択でどっちがいいかですよね、はい、つもぎり、そのままソース切りましたね。マンズはね、E1 がね、もう場に3枚切れてるんですよ。あ、うん、だからまあ、そうだね、3枚安全牌ではないんだけどね、うん、今までウガン3枚切れたから3枚結構、まあ、そんなに怖くないかなってなったかな、うん、これはピンズはただフリテン含みですしね、うん、もう最初に7、8切った時点でもあそこはしょうがないからね、うん、さあどうだ、藤崎もなかなかテンパ入らないテンパないとあれだけど、ただここは中短期で出て上がれないから、そうですね、積もっちゃうとあれだけど、あれはそうな、結局はこれテンパしたピンチ、これは打つタイプ、ね、しますかね、確実に来ました。さあ、リーチ、ドライチ、ペンチマン待ち、場には1枚見えますかね。ここに1枚。ただウワンがね、場に3枚見えてるんですよ。なるほど。だからまあ多少はその可能性があるっていう、まあ、多少って言って変ですけど、はい、まあ、可能性があるっていうふうに考えてるんですね。はいはいはい、押したい人から出る可能性が、ここにありますね。ここにただこれがこれがちょっと出る可能性ありますよ。出る可能性が、マンズがこの方だったら、あ、次今9から出ちゃうから次7が出る可能性があるんですよ。はいはいはい、あの、まあ、ワンチャンスとか見ながらやっちゃうとね、うん、これは結構濃厚ですかね。先は龍鳳来てまだイーシャンテン続行ですが、アクちゃんがテンパっちゃうと出ちゃいますね。それからやめられないもんね、点数的にね。うん、まあ、ラスがあるってことで我慢するか。要するにチーソーにローソーくっついちゃったからね。そうなんですね。ドラ使える形になっちゃったから、はいはいはい、そうですね、行きたくなりますよね。テンパったら温度止まらないから、行かないといけないですしね。うん、しかもワンチャンスですからね。藤崎はどうでしょう、いいピン、まあ、ここはもうしょうがないから、うん、ある程度さ、ね、完全に通るとは読んでないんだけど、もう行かないとしょうがない。もう、中央、中央がね、地獄の形になってるんで、うん、6枚、お、ここに、いや、もう一回9は切るんで、そうか、うん、最後の1番ね、最後の1番ね、テンパって、はい、テンパればね、テンパらなければ、あ、テンパった、テンパしました。これで、これ、今度反対に来たとは危ないよ、これ。ただ、あの藤崎の捨て牌、今、チームありますし、2回ともどうでしょうか。うわー、チーワンが出るかもしれないね。あ、そうですね、うん、そう、ヒサトが、あ、そっか、秋が先にしちゃうからね、アキちゃんの方を先に越すからね、ヒサトが6球走一発で例えば打つ前にアキちゃんがチーワン打つ可能性あるかもしれないですね。そのスタイル多いね、これなんか雰囲気だな。そうなっちゃうとちょっとアキちゃんの方もアウトかな、特にテンペが入っちゃったりね、うん、そうだね、ヒサが大丈夫だったね、うん、これヒサト、ヒサトどうですか、6球走、入りね、あ、一発だ、おお、さすがです、6000オールまであるんです。さっきあんだけ乗りました、6000オール、おー、来ましたね。さあ、藤崎リーチ一発もピンフ、おもむらで6000オール一撃で決めた、ね、6000オールですね。さあ、これで4万点オーバー、佐々木鈴木対決ですね。対決ですね、はい、もうこれはもう抜けましたよね。ただ秋プロとも1万4000点ぐらいの圏内なんで、ラスウェイですからね、秋プロはね、最後のね、はい、うん、まあでもね、忍者の一撃が出ましたね。さっきあんなにあんなに空振ってたのにあの4面ちゃん引けなかったのは何だったんだっていうぐらいの感じですけどね。これ逆により印象度が強まりましたね、はい、この藤井。いやいや、しっかり打ってますよね、はい、うん、さあ、レンチャンです。ドラがチーピン、これはでもなんかこのレンチャンもちょっと怖い感じなんですけどね。もう一上がりすれば、まあ、大体もうね、あんまりね、上がろうとしな い、もうお仕事は、まあ、終了と。いや、もうこれでもう勝てると思ってるから、おそらく守りきれますからね、はいはい、もちろん行くんですけど、はい、そんなにね、あのガリガリ行くような感じではなくて、はい、あのスマートにね、おっと、ここはちょっと面白そうですよ。面白そうだね、ドラチーピンか。さあ、攻めだるまが
ねえ、これはどんどん叩いていくんでしょうね。うしょうがないでしょうね。チピンじゃない。キプロもシゴロの形が見える。うん、とりあえずマンズにはいいですね。マンズの方がいいね。はいはいはい、マンズの方がピンズよりはね。うん、あそこソーズがね、2と5で両方回っちゃうからね。はいはいはい、それをどうするかですよね。うん、外しますか。まあ、白とか中のこあのツーパイ残したけどね。いいとこ引きましたね。いいとこ引きましたよ。ビシッと3子ぐらいにしたいよね、ここ ね、 ね、点数欲しいでしょ、ここ。そうですね、まあ、マンガンが最低ノルマみたいな、うん、だよね。さあ、藤崎これでヤンソ残すんだな、きっと。ああなるほど、うん、かっこいいね。あのリャンソーがね、なかなかみんな残せないね。はい、うん、ペンチソー抜けっていうふうに考えちゃった。若い子たちはなかなか残せない、ね、つまりペンチソーの方を優先しちゃって、うん、あそこ優先しちゃうから、うん、3層引いた時にパーソー取り戻し、うん、でただいや、あの 100% あれがいいってわけじゃないんだけど、うん、やっぱりそのリャンソー残すっていうような打ち方は魅力的ではありますよね。多分発想としてないかもしれないですよね、うんうん、花からおっと、ネオンチートイツになっちゃうんですか。泣ける前に可能性も出てきましたが、どうするんでしょうか。この白が出ますよ。ポンですね。さあ、だからある程度形が整ってから白が出たの方がありがたかったかもしれないですよね、うん、そうですね、うん、その辺がね、麻雀ね、泣かしていいのか悪いのかっていうのは微妙なところでね、はい、抜かれる。あと何が泣きたいんだっけ。チュンも泣きたいんだっけ、はい、まあ、トントンか、マグちゃんも今ね、あの言うの行きましたけど、まああんまり行かないタイプなんですよね。もうさすがにもうこれは行かないでしょうがないから行ってますけど、これ藤崎の手から初はこれなかなか出ないタイプ。もう出ないですよね、おそ、うん、らく久人の捨て牌と、そうそうそう、うん、私はもういいですっていう、うん、もうね、私は地下に潜りますみたいな。しましたよ、カーンカーンしましたよ。シンドラなんでしょうか。9番だね。9番、うん、はい、ますますみんな近寄りが強くなりましたね。これはもう怖がって、ね、もう閉店、ね、もう早めに閉店です。閉店です。早いですね、まだ昼間な早いんですよ、はい、さあこのチューンもちょっと長い、営業時間短いタイプなんですよ。効率よく効率良すぎですよ。アクちゃんもはどうするんでしょうかね。アクちゃん行かなきゃ、早めにもう切っちゃう。アクちゃんだから行かなきゃダメなんだけどな、もう負けてもいいから行かなきゃ、しょうがない、うん、あ、トーン半分ました。これでもう一応もう本一トイトイ、とりあえず役役とか3つ、うん、そうですね、ですかね。チューンが通ったからね、チューン通っ、チューン切れ、切れるから。あ、チューンまで流れちゃう、あ、チューンが流れる方だっけ、はい、今、出なかった。あ、リューハが出たのか、はい、ごめんなさい。リューハが流れる、チューンが鳴く方だ、はい、あ、なるほどなるほど。このリューハは出せると、チューンがポンテンになっちゃうんですね、はい、うん、これでより、お、あれ9万が出てるからですか。9はないのか。9万が3枚、9、1、2、あ、9は4枚切れてる、ね、あ、切れてんですね。失礼いたしました。そしてチューンが、チューンがここに、何か理由ないとね、ああいう関係にならないですからね、打ち方にならないから。さあ、これでチューンが今藤崎と鈴木の縦の手に入っちゃったんで、なかなか、あの閉店してるところから出ないですね。閉店ですね、両方でも閉店っぽいよ。そうですね、多分閉店すると思うな。ここもいかないですよね、この形だと。ギャンブルは泣けない牌だよね、神茶なんですよね、ただね。いや、そうだね、ランは泣けないっていう話だ、うん、ね、うん、いけないよ、なかなかね。そうだ、ただ、そういうことはしっかり対応できるんですよ、すごくね、うんうん、相手の読みとかもしっかりしてるし、うん、ただこう、やっぱ思い切ってこう勝負みたいなところで、うん、やっぱちょっとあの大事に打ちすぎちゃうかな、うん、その辺がアキちゃんができるようになったらもう鬼に金棒だけどね、うん、さあ、どうするんだろう。まあ、ここもじゃあ、まあ、切っときましょうっていうね、うん、ああこれで、まあ、こうなっちゃうよね、うん、お、さあ、じゃあこれはトイトイの可能性がね、出てきました、うん、ただ今の形は3万ぐらい切った方が手が広かったかもしれないね。
要するに老眼の受けを嫌っちゃってるから、はい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 、要するに転配することだけ考えると、うん、バニ3枚が一番切れてるんで、あね、失敗だ。本当だ、まさにおっしゃる通りの展開。それでイスルアンだったね、3枚先に切ってね。あーはーはー、うん、逆にフリテンチにも備えておくってことですかね今のはね、よくそこで、ね、意地張らずに受け直したってこと、うん、あるんじゃない、それもあるかもしれないね。もう切るのなかったら切ってくるからね、うん、ただテンパイぐらいしたかったな。これノーテンパイプ欲しいじゃない。そうですね、うん、ねえ、なんて言っても周りが要するにあの守ってる雰囲気が強いから、達也と久との差は ね、うん、わずかですから、これそうですね、これね、ノーテンパイプの上下のこの G1 のあれがちょっと雑だったかな、はいはいはい、これテンパイしなかった、テンパイってこのまま流れちゃったら嫌だよ ね、 そうですね、最低テンパイ上がれなくてもいいからテンパイしたよ ね、 ダメージが残りそうな、うん、そうそうそう、ここの4000点大きいと思うよ。うん、やっぱり要するに4000点差がつくからね、それをもらえるかもらえないかっていうのはさ、そうか、なんか達也としてもそんな簡単に引くわけにはいかなかったんだけど、うん、あ、そうか、4000点だったらあれなんだ、逆転なんだ、とりあえずね。そうですね、そうですね、うん、さあどうでしょう。イスワン引いたら最低だしさ、あ、もう角ないのかな、ヒサトの角はなさそうですね。これ失敗だったね、ほこりが入って、うん、泣けないでしょ、これ泣けないですね、うん、おら、あ、今の大きいね、ですね、もう大きいね。はい、全員の点で流れました。はい、南3局の3ボンバー、親は鈴木達也、達也の親です。ドラが、4万ですね。さあ、これまだまだ分かんないね、あきちゃんも1万800だと、ね、はい、最後の親あるし。そうなんですよ、はいはい、うん、まあ二階堂の場合は上がってトップじゃないとやめられないので、あ、そうかそうか、うんうんうん、そうね、この辺りがちょっと若干難しい、うんね、ところではあるんですけど、うん、ちゃんになったとしてものこれ、まあ、でも、まあ、もう反撃のチャンスはあるっていうこと。ドラはなんだっけ、ドラ4万です。ドラ数は、はい、ドラ数は1枚か、1枚ですね、久保は1枚。これね、あの藤崎いい手ですね。なんか上がれそう、ね、なんか軽く、ね、なんか上がっていくような、上がっていきそうな感じですよね。はい、でもここも悪くないじゃない。上の達也も、うん、まあまあ難しいとこじゃないですか。うん、まあどっちを切ってもね、うん、同じようなあれだけど、手の形は一番いいね。ね、そうですね、親はね、うんうん、手広いし。親と、お、ドラ藤崎さんがいましたよ。ドラ来たけども苦しいね。ちょっと遅そうですね。うん、6チッパも見えてきました。6チッパも見えながら、まあ形がいまいちだけどね。うん、うん、さあ7切った、ね、7切った、はい、ジャンピンじゃないんですかね、うん、俺ジャンピンだよ、手順、あの人の打ち方は、はい、ね、あ、ドラアンコー、アンコーりましたよ、すごい、汎用にしないとちょっと辛いかな。うん、さあ藤崎はん、なんだ、ペイアンコー、ペイアンコーリーシャンって言うんですかね。そうですね、あ、親だから何でもいいからリーチ打ちたいのかっていうことですかね。ヤンキー切ってていいと思うんだよな。まあ自分なりのスタイルがあったとしたらね、あ、ここもイーシャンテン、これは3ピンですかね、イーシャンテン、やん、ピングのイーシャンテンになってますね。じゃ あとマンズが伸びたら例えば GP あの頭にするとかね。あ、ダブナン、ダブナンですよね、ダブナン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 、私はちょっと悪いですけど、まだまだ、あ、うん、さあ、久藤は一応いいシャッテですかね、この時に、うん、そぶったね、あ、うん、はい、あ、G1 だからね、G1 受けれるからね、うん、場合によっては手堅く、あの、リーチをかけないでね、行こうとするんですよね、リーチをかけない上がりをなるべく求めるから、さあ、アッキーダブナアンコのいいシャッテ、あともこれ単位用になりそうなんですけど、一応イシャンテンのままなんですよね。キサトは結構強引だからね、こういうのね、うん、はまるといいんだけど、多分いっちゃうから、うん、逆襲食らっちゃうとね、これで6球万、うん、ごめんなさい、6球万ですね、6球万のリーチ、うん、そうだね、はい、うん、さあ先手打ちました。ただそんなに高くないですよね、リーチのみです ね、 ね、だからただまあ、このローアンが余っちゃってんだよ。ああ、本当だ、うん、
これは勝負行った場合は、ね、いやだからしょうがないでしょ、行かないと。シャーマンは通ってるんですよね。ちょっとじゃあドランクの久藤はどうだ。いや行くタイプなんで、はい、うん、実際はもう僕は定点ですか。定点ですね。見事な店じまい。さあどうでしょうか北海道。ちょっとこの閉店っていう札でも持たしておく。分かりやすいように閉店ってみんなで分かって一緒にやってる人に分かったらまずいで、そう、これはまずいか。あと回ったら回転っていう札に戻すわけですね。お客さんにあの見てる人に分かりやすいの閉店今何の札をあげたんだろう。スタートが出っ張ってなんかリチとか行くと面白いね。そうですね。あ、チーワンないなこれ。だからチーワンはさすがに無理か。お、あー入っちゃったか。入っちゃったね。入っちゃった。ただピンズロ2、4切れ通りそうなんですよ。そうですね。2が切れてて4。だからローアンの方が嫌だから。ただ逆に3ピンもなんか良さそうに見えちゃってるじゃん。まあ確かにね、それはあるけど。若干そうですね。ちょっと行きましたね。苦しいもんな。これで、ただドラがあれだからね。リーチでどうでしょう。2000は2900単本超えたんで、あ、2900でリーチだけだな。おそらくリーチのみですね。はい、そうですね。まあ気持ちはわかるんだけど、うん、マンズ相当高かったからね、うん、そこまでの余裕がなくなっちゃったかな。まあラス目の辛いところではありましたよね。だから我慢して、でまあ2ピン通りそうでしょ。で、はい、2も4もとなんか2、4は7も切れてたし、うん、ピン安かったから。うん、さあ、何3局4本場です、鈴木達也の連チャン2番手の鈴木達也275ですね、ドラが3万です。今度はまあメンツはできてますがどうでしょうか、はいはいはい、ちょっとパッとしないっちゃパッとしないです ね、 ですね。ドラ点メンツはありますけど、もう何でもいいけどもうちょっと上がりに行かないとね、久藤に巻くわられちゃうから。さあ久藤の手もまあまあじゃないです ね、まあまあですかね、うん、悪くはないね。ドラが3万、藤崎もまあ軽い手ですね。藤崎くん今回営業しそうですよ。あ、そうですかね。もうしっかり営業しそう。手の形悪くないからね。そうね、うん、藤崎プロ営業した時は点数安いですからね。いや軽く蹴っちゃうからね。はいはいはい、うん、あんまりこう高く上がりに行こうとしないから場面があんまり多くないです ね、 ね、うん、そうそう、早いですね。もういいシャンテン、ソーズいい形だもんね。カンリャンマン、スチーマン、あとソーズがスーソなど引けば、うん、一通間まで伸びてね、はい、ただ後継になったらリーチまであるけど、うん、またダブナンがドイツ、うん、ドラが3番だね。はい、うん、3番です。どうでしょう。ああ、またまた相当伸びてきますね。だからドラが3万なんですね。今の E1 からの切りがね、やっぱり3万切るっていう気持ちで言ってるからね。はい、あれが3万切らないとなり1313なんだか、あの56うちを上を切ればいいでしょ。135って残せばいいからね。はいはい、だからドラを切る気持ちの E1 切りですよね。要するに想像の伸ばしてもいいやっていうことも含めてね。はい、切っちゃうんですね。ここで切っちゃう。これとかそういうのしちゃうね。やっぱりあの辺がね、やっぱり良さですよね。まあ、ね、もう陳野プロじゃないですね。何でもかんでもね、その、はい、残せばいいってもんじゃないぞっていうのをね、はいはい、身をもって教えてくれてるね。うん、なんかもうベテラン、うん、なかなかいいね。渋いね、あの辺はね。もうね、行かないときは何にも切らないですけどね。極端ですよ、ね。いやだからその辺読みなんですよ。しっかりそういう読んでやってるからね。うん。形によっては仕掛けていくんだけど、まあ、仕掛けるのは嫌かもしれないけどね、はい、うん、あ、これは純ちゃん方面に行くってことですかね、達也はね。さあ3ピン離して、ここも3万がドラか。スーソーどうですか、動きましたね。あ、動いたね、まあ、これもチーズ、うん、そうですね、うん、そうなのよ。あの形で動くとイーソーポンして土層パーソーだからね、形悪くないんですよ。老朽層チーでもいいですね、うん、だから結構ね、急層流れた。完全にもう営業ですね。急層流れ、急層流れましたよ。急層流れたらどうなんですかね。でも、でも、いや、大したことないんだけど、十分でしょうね。十分なんだけど、だからあそこを泣こうとしてたんじゃない、パーソーとかね、はいはい、イーソーポンはちょっとやりづらいんだけど、うん、まあ、でもこれでまた3層も広がった、ね、より低微力になりましたね。だけどね、急層流れて、これ何流れた、なんか
中、まあ、イーシャンテンはイーシャンテンなんですよね。急走流れて、でも急走いい牌だったんだよ。はい、うん、急走はいいですね、うん、だからその急走持ってっちゃったから、ただまだ分からないね。さあどうでしょうか。ただあの数層は、数層の時は泣きたいのよ、うん、あのイーソーがなんとかなりそうだから、数層小さいとイーソー泣けたっていう時形いいしね。だからあそこは泣こうとし考えてたんだね、うん、さあこれでようやく、そうですね、レアンシャンテになってますが、これでテンパですね。鎮逸のイーソーパーソーマッチね。数層が2枚、さあどうするんだろう。これ切れないですね。これは缶ですね。缶行くならね、缶切らないよ。あ、切った。これ切らない方がいいな。これまずいよな。あれ切っちゃうとまずいよな。当たったらどうするんだろう。チーズと思ってる、ね、当たったら大怪我ですね。チーズと見えてないのかなっていう感じ。だって3万、ドラの3万でしたんだよ。そうなんですね、40名3万ですからね、それはやっぱり暗装切りで、やっぱりさ、あの一生懸命見ないとさ、はい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 、で下を泣いたら必ず上が危ないっていうのが基本だからね。さあ、そうですね、うん、さあ、ということはこの鈴木達也のからの言いそう、あるかもしれませんね。これはそうなると久渡プロにとっては美味しい展開。そうですね、簡単には切らないと思うけどね、うん、さあどう、そこはちょっとしょうがないんですよね、うん、またダグナーもね、行かさないと。ここはもう行かないといけないから。これで、はい、あともウッパッソーサブローマン、さあどうでしょうか。マグちゃんも、あ、ちょっと手に入りました。入りましたね。ドラム3番、これリーチですね。リーチ打つよ、これで行きました。それに対して、さあ、藤崎さんは閉店するのか。藤崎君、あの、閉店しづらいですよ。イーソー切ってばいいって感じですかね、とりあえずはね、困ったら。困ったらね、今は困ってないからね。うん、さあ、ここもちょっと。1が9ピン、9が現物だね。そうですね、ちょっと点差ができただけにね。あれ、なんかパーマンあっちからいっちゃったの、数は通ってるね。三式変化。さあ、バッソリーターンドライチ、ヒサトがリーチかけてます。通りそうかな、うん、ピンは。お、まだ通ってない。通りそうじゃない。よかったね、頑張ったね。あ、そうですね、閉店をしない、ね、頑張ったね。押してます。これで決めるんだみたいな。そうか、ヒサトに打ってやっていいと思ってました。あ、なるほどね。もう同じ仙台だからね。あ、違うか。郷土愛みたいな。違う違う、チーム仙台。そうじゃない、仙台の、仙台の後輩なんですよ。そうみたいですね。だからお前、当たれるもんなら当たってみろみたいな。戻しですか。いや、そうじゃなくて、要するに俺は高いぞっていうのがある。なるほどなるほど。ちょっと勝負したんじゃないですか。それから良くなってくるとね、あの降りないんですよ。そうなんですね、うん、だからきちんと打ってるんですよ。なるほど、うん、要するに状態悪くないから行くっていうね、その辺がはっきりしてるから今は押せるって読んでるんですよ。やっぱりね、その辺大したもんだよね。やっぱり大したもんですよね。だってあのローピン大体あの降りちゃう人多いでしょ。そうですよね、うん、ましてや、うん、ましてトップでね、うん、行く必要もないんだから、うん、イーソーだっていいわけだから。あ、イーソーがここに来ました。ここで今出なさそうですね。ここはちょっともう違うんですよ、これね、あの泣かなかったら上がり。あー、うん、はいはいはい、6球層9層が入ってローソー入ってイスーソー、あ、積もりました、積もりましたね、9層入ってローソー入ってイスーソー積もらないんですよ。さあ、積もりました。リズム単位はドライチです。あ、マンガンドライチは、はい、マンガンですね。そしてさあ、4本場。さあ、この上がりで、これはでかいじゃないですか。そうですね、これ大きいですよ、はい、これで、今ね、あの藤崎君があれ、数層泣かないとね、9層入ってロー層入っていい層なの。そうですね、だからいい数層でつま上がり、はい、なるほど。ピンフツもメンチン、メンチン、ピンフツも倍満か、はい、倍満だったね。一通はないか、まあ、ただまあ、点数的にはね、十分なんで、あそこは泣いたっていうことでしょうけどね。はい、オラスになりました。親は二階堂亜希、持ち点は5500なんですけど、まあ、連チャンがありますんで。そうですね、まだ全然、ね、はい。トップ名は藤崎で4万点、2着目佐々木佐藤314、
これ追クもマンガンでマンツモでいいんですか？マンガンで逆ツモですかね。8300差ですから。マンツモですね。あ、積もらないと、うん、ちょっと届かない。はい、ドラが7万です。ヒサトはなんちゃでしたね。なんちゃでシャートイツ。あ、ヒサキの手もいいですね。達也はドラがないですから。なんとしてちょっとこのままでは、なんか役をつけないと難しいところでしょう。だから役をつけないと難しいんだったらとりあえず親に連チャンしてもらう、うん、なるほど、うん、おっ、ドラターツを外しかかりました。5なら嫌いに行ったね、ドラのところ、ね、ドラターツもう一番苦しいから嫌っちゃった。あなたね、本当にね、さっきと人が違うんじゃないのっていう。ね、ナンバー6000オーラ上がってから別人になっちゃいましたね。6000オーラ上がってから別人ですよ、もう。もうそれまではもう何にも切らないんだけどね、うん、その辺の変化がね、やっぱりすごくすごいですよね。今のお金らしくてね、うんうん、いい麻雀ですよね、そういうのはね、うん、ただマンゼロ57の形そんなに悪くないですからね。ギャンメンに変化するし、総勢、はいはい、の466789という形がいいとは言えないんで、ね、3ピン、そうですね、いいところです。ただドラのところを先に処理しておいた方が後で対応が楽ですよね。そうですね、他からリーチ入るとかね。ドラなかなか切らない。切ればいい。やっぱり親にドラコンされたい、ね、まあそれはあるけど、ただほら点数的にはだったら57嫌うなよって言うんですよ。ドラ切らないんだったら5なら嫌うなと、うん、あ、テンパイで、うん、こうだね、これ、藤崎のチーマンってこれは普通テンパイにならないんですよ、うん、だからマンズのあっち残しちゃう、嘘が使えないから、はいはい、そうですね、うん、だからもうこの辺がやっぱりうまいよね、濃厚になりましたかね、上がりしましたもんね、あそこ入れられたら今鈴木達也の目がピクッて上がりましたからね、ドラ見て、うそうですね、ピクッて上がった、あ、目が上がりました。まあこれはもう終わりだね。佐藤さんも一応もうスワンコの目もありますけど、次終わった時の話の準備をしようか。早いですね。いやだって終わるもん。これでも今止まる、いや止まっても出てくから、うんうん、はい、これでそれあんなにうまく打たれたらちょっとね、うん、今のは素晴らしいよ、うん、そうね、あの甘露丸嫌ってさ、嘘入れ、あの嘘引かれたらさ、うん、狙い通りだもんね。そうですね、うん、手をそのこ、あの困らないような形にしながらさ、うん、ね、そうした方がいいと思ってもなかなかできないですからね。できないよ、なかなかね、やっぱりあの57結構残してさ、残しちゃって、要するに57の形が悪くないから、うん、どっちに引いても両面になるから、だから今普通だったらこれテンパイしてないからね、あのイワン通るし、うん。